マリオは何でも楽しくしてくれる。狙いを定める技は必要だよね。食生活に緑を取り入れるのは大切。さあ、野菜を食べたら君もマリオになれる。時々ルイージ。あれ、箱の中身は何だろう。おー、伸びるトカゲだ。その名に恥じないね。おい、それは生えてこないぞ。それになんか漏れてるし。配管工がいてよかった。ま、少なくとも1日8杯は水飲んでるだろうし。弾き飛ばされないように気をつけて。おお、これはフニフニのあれで合ってる？餅スクイーズだ。硬そう。検証してみる？うわあ、レインボーパスタはこうやってできるのか。ユニコーンだ。怒る子だから気に入らないかも。だから僕は角のあるものは避けてるんだ。おやつを食べれば元気になるかも。気をつけて、歯が鋭そうだから。これから痛い目に遭うから分かると思うよ。お次の方はあまり食いしん坊でないといいんだけど。何か食べさせてみよう。それを水分で洗い流す。振ったら変わるかな。ちょっとやりすぎたかな。トイレットペーパーで救いの手を。次は何？ポップチューブだ。芋虫グミとソーダを加えよう。マリオがパイプの扱い方を知っててよかった。もうすぐアナコンダグミができるよ。どっちが頭でどっちが尻尾なのかわからないな。ま、いずれにしても美味しいのはわかる。オッケー、魔法の箱よ。何か見つけた？すごい、テープだ。しかもただのテープじゃない、ナノテープだ。よかった、ヒゲは無事。ストローに巻いたらラメを加えて大きな風船にする。少し手直しを加えれば不気味なキノコに変身。うわあ、卵だ。誰か入ってる？鶏だ。しかも柔らかい。あれ、小さな水ぶくれが。口は閉じとけばよかったのに。まさかの、また卵が出てきた。よくやったマリオ。挨拶したがってそうだね。これはまた踊る魚だ。おお、ミミズで誘えるかな。準備はいい？これで釣りができる。あれ、引きが強いぞ。もしかして。やった、踊る魚が釣れた。大きなアイスクリームに勝るものはないね。でも残念ながらそれはアイスクリームじゃないんだ。スライムだよ。こりゃいいね。ラメを加えようじゃないか。トラック1台分の発泡スチロール製ビーズ。
渦を巻くように混ぜれば面白体験ができる。これは両手を使って作業だ。あら、なんて可愛らしい。フレキシブルスラッグだよ。なんだかめまいがするな。おっと、レースの時間だ。位置について、よーいドン。赤がリードしてるが、紫がスピードを上げる。そして紫が優勝、金メダルだよ。箱から退出要請のあった人形だ。散髪してあげよう。次にラーメンを取って、美味しそうな食欲をそそるラーメンだね。パーマした髪にはぴったりだ。さて、その服も直そうか。この素材は素晴らしいドレスになるよ。そして金色の王冠をつけたら間違いなし。あれ、また鶏だ。こちらは粘土遊び用。羽にすることもできるし、卵にもなる。好きなように転がしてまとめてもよし。クリボー？まあ、マリオの踏み台練習には必要か。トイレ？配管工の仕事に終わりはないね。ああ、チョコだ。それじゃ綺麗に落ちないね。多分隠された宝があると思うんだ。拭き取ってみよう。あ、ゲームだよ。何個中に入れられるかな。もう少し大きなやつで試してみよう。ただ本物のトイレでやらないでね。痛い。何かに噛まれた。銀行だ。お腹が空いてるみたい。ご飯をあげよう。最初のコースメニューは1ペニー。待って、入れたのはどこから出てくるのって聞いてみようと思ったら、見て、お金を口から出してくれる。風船？パーティーでもやるの？じゃあもっと作ろう。この風船膨らま式で風船を取り付けたらポンプを押す。気をつけて、思ったより早くガス欠になるから。もちろん膨らます量を増やせば解決しないことではないけど。うわー、見て、ポップイット恐竜だよ。待って、歯に何か挟まってるよ。チョコ味歯磨き粉の出番だ。あれ、マシュマロを捕まえたよ。それとも歯かな。マシュマロってことにしよう。いくつか準備して、そして恐竜の穴を満タンにして、ほら、いい感じ。溶かしたチョコで上から蓋をしよう。固まるまで待ったら剥がしてみよう。見て、マシュマロのボタンもふにふにするには最高。マリオが特別ミステリーバスボムボックスを手に入れたみたい。水に入れたらどうなるか見てみて。あ、指輪の入ったキノコだ。よし、マリオ、お姫様を選ぶ時間だよ。
急がなくていいよ、何ヶ月もかかったって大丈夫だから。彼女に決まり。好みはシンデレラタイプなのかな。でも果たして彼女は受け入れてくれるかな。いいって、おめでとう。よし、早速花嫁の準備を始めるよ。1分1秒無駄にできないよ。歯磨き粉でニキビをきれいにしよう。そして全体をミントでフレッシュにするんだ。洗い流す時間だ。あー、やっぱり髪の毛なかったんだね。大丈夫、マリオにはお裾分けできるぐらいのヒゲがあるからね。ちょっとピンチに感じるかもだけど、褐色がかった髪は素敵でしょ。セットできたら髪を溶かすよ。でも髪があるのは頭だけじゃないからね。粘着性のあるものが必要だ。ガムを足に貼り付けよう。何か噛み締めてた方がいいかも。なあ、それで思い出した、靴を作ってあげなきゃ。このスライムは特注感を出すのに役に立つよ。あとはネイルポリッシュをつけて、ヒールもつけて、ファーをつければ足を温かく保てるよ。もう一つ作ってね。セットじゃなくちゃ意味がないからさ。うわー、テープだ。これは次のクラフトにぴったり。少し取ったら上半身に巻きつけて、層を重ねたらドレスの出来上がり。糊をつけて、キラキラ感を出すためにグリッターを振りかけるよ。踊りに行く準備はできたね。君だけのミラーボールだ。でもまだ少し何かが足りない。なあ、そうだ、布切れを手に取って、それをサッシュとして巻こう。ほら、新しい衣装の完成だ。おっと、ここには何が入ってるんだ。トイレットペーパー。いくらか取ったら爪楊枝に巻きつける。綺麗なロゼットの形になるまでね。庭一杯分作っちゃってもいいかも。そして恥ずかしそうな花嫁にはティアラも必要だよ。指輪をベースに使うよ。 3D ペンを使って、もちろんサークレットでも構わないよ。冠によっては大きければ大きいほど良かったりする。宝石を乗せてもいいよね。冠が似合うならつけるに越したことはないよ。あと彼女に必要なのはベールだけ。待って、どうしたの。何か忘れてる。そうだ、新郎まだ作業着のままなの。ウェディングプランナーの仕事に終わりはない。洗濯機に入れるか焼却するかしよう。まずは模型用粘土を手に取って、上半身に貼り付ける。切れ目を入れていって、最後にもう一本加えれば即席の腹筋ができたよ。なあ、そのグローブ役に立ちそう。先端を少し切り落として、自分の指は切っちゃダメだよ。これがマリオの新しいズボンになる。裾までついてる、おしゃれだね。次にクローゼットをチェックしよう。多分3番目の、待って、何それ。あー、このドレスシャツならうまくいくかも。
いいアイデアだ。蝶ネクタイが帽子とマッチしてるね。さあバージンロードを歩く時間だよ。ドンキーコングに片付けとくように言っといたのに。その箱の中には何か特別なものが入ってる気がする。うわあ、ビーズがいっぱい。見て、キノコの虹ができてる。少しアイロンがけをしてね。これで一気に塊になるよ。素敵な背景に変身。おお、ナノテープが快調だ。一部を切り取ったらグリッターを振りかける。それを半分に折って空気を入れるよ。これで巨大な風船みたいに膨らませられる。心配しないで、弾けたりはしないから。そして素晴らしいデコレーションになる。紙吹雪の準備をお願い。そして忘れちゃいけないのがウェディングケーキ。うまくできたらよかったんだけど、まあお気にせず。マシュマロを使って新しく作ろう。層を上に出そう。シロップも、もちろんマリオのウェディングケーキにはキノコが必須。ここで特別な材料の小さな火の花パワーだ。甘くてスパイシーな感じって言えばいいかな。では幸せなカップルにケーキ入刀をしてもらおう。僕たちにも少し残しておいて。彼女の表情替えもここまでか。さあプレゼントの時間だよ。あれ、なんだと思ってた？結婚相手は配管工だからね。ただの粘土だよ。他のものに成形しちゃおう。アルミホイールを包んでボールの形を作る。ついでにもう一つ作っちゃう？白い粘土も加えて。さて、これは誰でしょう？マリオの昔からの友人、ヨッシーだ。手と足が必要だね。彼はサプライズゲストになってくれるって。早く箱に隠して。さーて、お披露目の時間だ。サプライズ、ヨッシーだよ。乗りたい人いない？大丈夫だって。彼は二人用サイズの恐竜だよ。飛び立つ準備はいい？ケーキでお腹は満たされてますように。このフライトにはピーナッツの提供はないからね。あー、よし、旅をする唯一の方法。おー、新しい家だ。ちょっと狭そうだけど。改善の時間だね。まずはペットボトルを用意して、ピンクのスプレーをかける。その上にパーティーハットを乗せよう。タワーにはドアも必要。窓もいくつかつけて。もういくつか作ればお城の完成だ。ちょっとしたリサイクルでこんなものが作れちゃうんだよ。これで君たちはいつまでも幸せに暮らせる。なあ、真実の愛。で、ケーキはまだ残ってる？待ってね、ちょっと痛いかもしれないよ。こんないい毛を無駄にはできないよね。色を塗って膨らませれば、ほーら、マリオになった。
足元に気をつけて。バナナじゃなくてよかったね。くっついちゃった。もし取れないなら使うのみ。じゃじゃーん、恐竜の足になった。ついでに2本作ったらどう？この車セルフィーゲームにぴったり。はい、チキンダンスに専念した方がいいんじゃない？おっと、何か落としたよ。靴だ。うちの車を華やかにするのにちょうどいいサイズ。綺麗な花で穴を塞いで。素敵な乗り物は見ているだけじゃダメ。さあ走り出そう。おっと、目が疲れてるみたいだね。老眼鏡を作ったらどうかな。フレームに必要なのはクリップだけ。形を作ったら新アイテムのお披露目だ。セルフィータイム。携帯の休憩はいらないよ。お大事に。頭をなくさないかママが心配してたよ。気をつけて。もう少し、あと少し、氷だ。これでもいいか。おや、ほっぺだ。借りてもいい？ありがとう。少し手を加えて、新しい頭が手に入ったね。サプライズ！犬を買ったよ。あと、おもちゃが壊れちゃった。でも大丈夫。いつだって作り直せるんだ。まずは、その中身を取り出して。ああ、あのグミはここにいたのか。少しだけカットして、顔を取る。真新しい帽子になった。おっと、帽子はしっかり守っておくれよ。かわいいキャップだ。しかも2つある。組み合わせて新しいカバンを作ろう。新しいカバンは見せびらかせるためにある。散歩に行こう。地図を見てマリオ。プリンセスは近くにいるはずだ。マーメイドピーチだ。残念、取られちゃった。落ち着けクッパ。彼女は配管工が必要だっただけだ。なんて汚いんだ。ルイージが助けてくれてよかった。面倒な仕事だが誰かがやらないと。彼、貝を残していったよ。パールも入ってる。これでこのシートも華やかになるはず。尻尾もつけてみよう。フィッシュネットはいつでもファッショナブルだ。特にキラキラを加えるとね。コインに新たな価値を見出したぞ。仕上げにこのトイレスッポンを華やかにしよう。リコリスとっても甘い。そして役に立つ。温めれば文字が書けるし、よく知ってるあの顔も描けちゃう。棒をつければロリポップだ。このペアをケーキの飾りとして使わないならね。こうなるから僕はボトルから直接飲むんだ。でも底なしカップで楽しむこともできるかも。透明なテープに何かを書いて、カップの上に置いたら、もう一方から光を照らす。手のひらサイズのミニプロジェクターだ。壁画を作る時も本当に便利だ。最後の仕上げが必要だな。ああ、唇か。ピーチが見てないことを祈ろう。あの山を見て。下には何がある？風船だ。
トイレットペーパーも。はあ、この2つを一緒にしてみよう。ステッカーを貼るのも悪くないね。あと数枚重ねて、ほぼ完成だ。固まったら風船を割って、顔をつければテレサだ。素敵なランプシェードにもなるよ。よりによって靴を忘れて出勤するなんて、ブロックめ、工作の時間だ。ゼラチンとソーダを入れてブロックで型を取る。たくさん色があればピクセルアートも作れるぞ。見て、すごくプニプニだ。しかも食べても美味しい。気をつけて。あー、すぐにでも片付けないと。段ボールで箱を作ろう。まだ何か加えたいな。グッドアイディア。ヒゲが全てを完成させる。君は今誇るべきキャンディーマシーンのオーナーだ。次のおやつはボタンを押すだけ。わお、宝物が増えた。プラスチックの箱だ。なぞり書きするのにぴったり。すごい、そっくりだね。じゃあこれを縮めてみよう。キノコを食べろって言ったよね。あとは誰を描こうかな。このキングクッパ、あまり強そうに見えないな。いや、多少は強いかな。この壁もだいぶ傷んできたな。修理しよう。紙の皿で穴を塞いで並べるとタイルみたいになる。もしくは巨大ピクセルアートも作れる。あれはコップ？追いかけてみよう。上から取らないと。ああ、まあいいか。この紙コップに切り込みを入れて、2つのキャップを1つにまとめる。カップに引っ掛けたらくるくる巻いていく。ほら、ノロノロキノコを手に入れたぞ。誰かレースに参加しない？何があるかな。コイン、かい、おっと、気をつけて。見つけ、なんだ、クッパもいる。泣くなよマリオ、ポリンがいるじゃないか。じゃあこの写真を工作に使ってしまおう。穴を開けて裏側から風船をつける。テープで固定して何か押すものを加えて、ほら、彼女が君にアピールしてるよ。あー、空が落ちてきた。あの鶏は正しかった。いや、ただの段ボールだ。そうだ、ミステリーボックスを作ろう。箱を一列に並べて重ねよう。ほら、何を待ってるんだ。コインを集めようぜ。そこに座るな。ヨッシーの卵があるぞ。彼の朝食が。でも大丈夫。風船を持ってキラキラを詰めよう。
外側の風船に切れ目を入れる。口を結ぶ前にキラキラの水を入れれば、ヨッシー卵のストレスボールだ。本物みたいに反転もある。これならヨッシーを励ませるはずだ。朝食はオーダーすればいいか。ミステリーボックスの下にあるのはなんだ。花だ。綺麗だけどマリオの趣味とは違うな。白い丸をいくつか切り取ってスリッパにつけていこう。全部合わせてファイヤーパックンだ。雲の襲来。もっと気をつけないとトーストが危ない。ああ、写真が汚れちゃった。このピーチは変身が必要だな。カップにいろいろな模様を描いて、想像できるものなら何でも。さあ、ピーチは新しいドレスを手に入れた。すごい！自分だけの小さなマリオワールドだ。お披露目の時が来たみたい。ハローマーメイドピーチ、ここに座って。とっても特別な新しい王冠だ。そう、威厳のある形を作って、キラキラとゴールドを加えよう。王冠につける宝石もお忘れなく。さあ、いよいよ王冠をつける時だ。僕らが作ったおもちゃも気に入ってくれたみたい。このテレサを回してみよう。心配しないで、そいつは噛まないよ。ただのスリッパだ。マリオはかなりスイートじゃないかな。さて、マリオは最後に彼女をゲットできたかな。君はどう思う？